カドソン、ここは何だ、スコア、ここは進入を許しません。クロックなくなってくる。5秒4秒、コーナー3、林決めた。まあ、いかにタイトにディフェンスできるかが出だしのキーになってくるんじゃないですかね。オマラ打つ、ここはリバウンド、もう一度マーブン、もうトリッキーなパス、しかしここはしっかりと腕を伸ばしてパスカット、ガドソン、ガドソン自ら行って、11対9、オマラ、ここは鋭いターンからのシュートになりました。柏倉自ら行く、マブンガからジョンソン、ここはファンブル、ターンオーバーになる、そしてオマラのワンハンドダンク、ここはファウルアピールしていますがホイッスルありません。外振って、ラベナのスリー決まった。柏倉、ラベナに戻して、中に鋭いパス、うまく渡って最後はガドソン仕留めます。バブンガ、バブンガにはラベナとガドソン奪って、キーパーラベナ及び腰ではないんでしょうけれども、ガドソン決め、決めます。タイムアウトですね。今日最大の滋賀のリード15得点でしたから、それに迫ってきました。あー、パス奪った、オマラからガドソン自ら行って、ガドソンのスリー、時間を使って森山来た、入ってすぐのプレー、3沈めて第3クォーター終了、70対57。ここからラベナ、柏倉、もう一度バカゴールした、ガドソン待っている、柏倉戻して、野本も3来た、スリッシュ、野本のコーナーフリッター、ペースが落ちません、滋賀のフリー、8秒7秒6秒、しっかりと時間を使って最後アタック決まります。